はい、はい、これ今動いておりますよは<ー>いーねえほとにもうね初めからねホーリーさんいるの久し,久しぶりだね,<笑><笑>だねはいよはいよじゃあテープ回りますはいよさあそれでは、えー、26分間でございますがよろしくお願いいたしますいはいはい メガヘル。 ここは那覇にある小さな研究所わらば研究所毎回ゲストさんを招いたり研究所のメンバーたちとおしゃべりしたりで夢のことや今の教育のこと子育てのこといろんなことをおしゃべりさせていただきますよさあ今日はどんな話が飛び出すでしょうかわらば研究所当研究所代表戸締役 KC でございますどうぞよろしくお願いいたします ということでございましてまあねえき、ー、はですね、えー、もうねもうすぐねこの人にねおしゃべりねしていただきたいなうんね久々にこの方来て来てますからねはいえー、わらば研究所所長所長はいはーい、はい、お,お,お久しぶりです <laughs> 久しぶりですケーシーさんいつの間にか出世してたえ 代表役役ですよねりででですすすすよ出出出世笑っっっっちちゃゃたたた声声そううな久ししぶいいいラジオかがんの11月の22日19時でございますけどね30分皆様ごどうぞお付き合いださいということでございましてねあの堀さんねまあ今年はねもう残り1か月ちょいなんですけども。 まあやっぱりもう今年はもうコロナ一年でしたね。最初から最後までね。この間ね流行語大賞、ねうん、あの発表されまして、うん、でもやっぱりもうノミネートされたうちのもうほぼ半分がもうこのコロナ騒動に関する言葉ばっかりでのソーシャルディスタンスとか3密とか。 ね、またあのなんだあとあとズーム映えとかうん、うん、でまたほかにもそこからまたゴートゥートラベルとかうん、うん、でまた自粛警察とか、うん、ああありましたね,ね<ー>い,いろんなことがねもう生まれましたただね僕ね思うんですよ、うん、このね流行語大賞に選ばれるってことはですようん、うん、ジンクスがありまして、うん、あのやっぱりね翌年はねあの、ま、誰もね口にしないんですよ。うん あのみんなもほらあれ終わってんの言い尽くしてるそうそうもう飽きたみたいなそうそうだから一発ギャグとかもそうでしょ今までゲッツとかも取ったあの一応ノミネートはされたけどじゃ対象は取らないんですね一応まあまあまあただもうそうこのジンクスが当てはまればですよ二つの意味でコロナは口にしないってことでこれあ なるほどうまいことまとめるに違いないと思ったけどまとめてきたねねこれ演技でしょこれ素晴らしいそうねそうねこれでコロナを吹き飛ばして来年はもうねもうリセットしちゃっていいですねそういうね一年になってほしいですね本当に本当ですよはいねまあそんなね今日はまあホーリーさんも久々にねあのね所存を見えたことでですねまあ。 まあちょっとの最近あったこととかで、ね、ちょっとあのおしゃべりしていきたいと思いますよ。はい、分かました。はい、はいはい、よろしくお願いいたします。ます。さてワラバ研究所、うん、この放送はですね。居酒屋フードバー七福神謎のワイ先生このお二人の共産でお送りいたします。ありがとうございます。ねこのご時世本当まさにコロナかって言葉もね今年の生まれた言葉ですよね。うんうん、まあまあうん、うん、えさあそんなですね。えー さこんなこの中なんありがとうございましたってことでございましてではですねいやなんか今ちょっと変な空気になったなんかねちょっと変な空気なんだそうだよそうそうだってこの中今年しか今年しか発生しないんだから今年しかないじゃないかってなんかねほらなんだったワクチンもね。 今ね治験にも入ってるのでだんん、うん、から予想よりもちょっと早めにねただワクチンなんで特効薬とはちょっと違いますからねあれですけどね,ねまたそういった話もですねちょっとこのあとちょっとねおしゃべりしてみようかなと思いますよではちょっとですね30秒ほどジングルを聞いていただきまして、はい、じゃあおしゃべり開始でございますそれではこちら。

今回のわらば研究所はですね、テーマはフリーということでございまして、一応ですね、ちょっとまあ、実はね、ゲストさん用意してたんですけども、急きょね、ちょっと急遽ちょっとこちらに来れなくなってしまいまして、2人でお届けすることになりましたね、久しぶりに。まあまあね、いやでもね、ある意味ね、ホウリーさん来なくて、来なかったらね、大変なことになってましたよ、僕一人でしたからね。 ゲストさんも急に来れなくなってホーリーさん来れなかったら多分今頃一人でね「えー、っとあのそうですね」ってから誰もいないスタジオで喋るっていうの本当にね <laughs> これもう時刻ですもんねこれあそうなの私全然平気あ違うかあいや羨ましい <laughs>、うん、あのほら一、うん、人一時間生放送番組を約3年やってましたからねうん、うん、常に一人あれそうあのさはいこう、まあ、生放送って でやっぱほらリアクションとかはあるじゃないないんかまあ今はねこうコミュニティ FM とかだったらツイキャスなりそのなんかツイッターなりいろんな反応があったりとかしたりとかね最近では YouTube のねライブ配信うん、うん、ライブ放送があったりとかねそれで生の声があるからあとメールもそうでしょはい、はい、ファックスとかもそうでしょうん、うん、だからこうなんかある意味こうコールレスポンスがあるっていうのはなんかやっぱりやってるとね楽しいなってなんだけどそう生放送はねうん、うん、で収録だそうはいかないですからねうん 一、うんねうん、人で,でまたこの,この季節の話とかもちょっとずれると、はい、<laughs> とんでもないことになっちゃうしそうね気をつけないと、ねうん、最近天気いいですねとか言ったらもうだったとかね今年の夏はねあのなんかもう週末に連続で台風が来たりとかして。うんうん <laughs> ね、その時に限って、いや台風台風来ねえだね、まあね、今回大変でしたねって言いながら、ね、まあ過ぎちゃいましたねとか言いながらもまた来てるよみたいなね。そう、はい、ちゃったっていう大変ですよね、収録は収録でね、そうですよなんていう裏話だね今日ね。そうなんですよ。そういう裏話しながらもラジオって面白いなっていうのと、<laughs> あとね、よく言えばね、生放送をやりたいですねやっぱりね。そうですね。ワラバー研究所でね、うんうん、あのワラバー研究所で生放送になったらですね、うん、なんかあのやっぱり。 どう,いうやってみたいとかありますかやっぱりこの例えば生の電話とかつなげてみたりとかありじゃないですかうん、うん、子供電話相談室とかやってもいいですねあいいですねうん、うん、なんか ね、それでレギュラーュメンバーでね頭悩ませすぎちゃって大変なことになっちゃったりしてね、うんうん、放送時間内に収まらなかったりして <laughs> いやちょっと待って今ググるからみたいなそう <laughs> <laughs> でそのねあの実は実はその電話した子もね実はググったんですよとか言,ってか言われちゃってね同じの調べちゃったりして、ね、でも分かんないんですって言われた いい面白いと思います。うん、なんか何生でこう直接ね、そうですね、うん。やれるのはいいですね。うん、お母さんたちの声を。でまたちょうどその時の旬なお話とかを、はいはい、ちょこの、ね、今のテーマはこちらですよってお話ししていたら、例えばツイキャスとかで、うん、あ私もこれなんとか訪問ですよねとかね。なりそうこそ,そこでさっきのこのまあね、こら、うん、のレスポンスですよね。うん 俺がやってくるまあその僕が話しかけると向こうからそうだねみたいにこうで反響が来るっていうのがね相いづち欲しくなるんですよなんで一人生放送をやってた頃あ、うんはいづち要員を一人座っててもらいましたはい、はい、あの俗に言うねラジオで言うとね笑い屋さんですよねあそういうのあるんですねあの よくね深夜の放送とかになると伊集院さんとか白山さんとか一人で喋ってるとそれで「ハッ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 ハみたいな聞こえてくれ」スタッフさんたちね。とか昴生さんとか笑い屋さんですね。あれあると安心するんですよ。なんでミキサーしながら一人で喋ってるんですけどなんかほら。 いろいろ寂しくなってくるので、一応、うん、座っててなんとかですよね運だけ言ってくださいみたいな人に座っててもらったりとかしてましたね。はい、なるほど、はい、ね。これねあのそうあのまたこれでねあの、はい、生放送でねまた今度ねちょっとああこれないなやっぱりなうん、うん、年明けぐらいなんか動きたいなまたちょっとね考えていきたいですね,、うん、しすね新しい道チャレンジでいきましょう。うん、そうですね。僕も,、はい、もね四年目になりますからね。四、うん、年目ですよ。三年。 そう3年3ヶ月を超えて2021年が4年目です。な まあまあ丸3年ですからね経ちまそうえすねあっという間ですね時が経つのは早いそうなんですよもうね子供の成長と本当にね時が経つのは早いわけでございますさっきねジングルでね声を出していた子供たちも今多分ねだいぶ成長したんだろうな大きくなってまあともう一つのですねあのね辰巳辰巳うんちって言ってたあの男の子もねあの子も今小学校6年生ですからねもう言わないでしょ な、うん、へへなんて笑わないです、ね、いでもでもしかしたらあるかもしれない、ね、やってくれるかな？ワンチャンあるかもよってからワンいやあのね実はその、まあ、以前ねこの放送で小学校6年生に書いた作文が素晴らしすぎるってことでで一応、まあ、ねこれ前回に続いての話になるんですけども彼の独創的な 世界の分が素ばらしすぎるっていうちょっと読み上げましてすごいみんなで大笑いしてました僕と光純さんとでいや面白い子はいるんだけれどもあの天然のさなんていうのあれだって別にほらシナリオがあって撮ってもらったジングルじゃないじゃないですかマイクで遊んじゃったみたいなねあれあの天然のう可愛らしさって出るのかな多分あれはね計算できない 可愛さだよね,、うん、ねあれね面白さとね素敵ですよね。多分そのマイクとそのねこのヘッドホンでこの,この声が聞こえる楽しかったんだねきっとね,っとね今言いたいことイコールね <laughs> です弟弟に向かってつみ <laughs> うんちってからかいいで,、ね、でその弟はもうなんかねうへーみたいにこう あのリアクションもねそう,もう,そうだからね,ね子どもの成長は本当にね日々ね、うん、もう思い出でちりばめられて、うん、そうですね本当いっぱいですよ、うんうん、うち、はい、今長男が19歳になりましてうあらもう19歳です母年より大きいわけなんですけど。はいはい うんとね、この子が小さい頃に、あのゲームのピクミンってわかります。ひっこ抜いてついてたやつあれがめちゃくちゃ流行ってたの、一番最初のやつ、今度3が出るんだけどさ。1が流行ってて、小っちゃい頃、まあちびっこ三人いたんですけど、兄ちゃんが長男じ、な長女次女っていたんですけど。あのピクミンってさ、笛吹くと集合するんですよ。散ってても、ピーって吹いたら、ピーって綺麗に整立するんです。で、そのピクミンの映像ですね、いっぱい見せて、笛を吹くと公園でも整立。 するみたいなことをやってたんちっちゃい子帰れるんですどんなに帰れやって言ってもほら遊んでるから動かないでしょこれピってやったら集まってくるの便利だったん魔法の笛だ魔法の笛ですピクミンありがとうって思いながらやってたわけなんですけど19歳になった長男と一番下がもう間もなく8歳になるんですけどこれがねんかねここへ来て思春期超えたらですね19歳ついて歩くんですよ。ななんだか知らいけど でさっきもさこうラジオ来る前にお家のことパッタパッタやってから出てきたんですけどそれかで後ろついてくるのねピクミンかお前はっていう話をですねピクミンかのねドラクエ関連のねほんですよぞろぞろで面白いからさダンシーズがついてくるんですよこれ何なんだろうと思いながら女子はねあのもうソファーから動かないねまあま,あま,あま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 あとは言うけれど ついて歩くのはダンシーズですね。あれ何なんですかね。なんでしょうね。うんとこれは僕と今度高純さんと話してみましょうか。じゃぜひ聞いてほしいんですけどね。じ洗濯を回したりとか、じゃその洗濯のからあのベランダに出た乾燥機があるんですけど、の乾燥機にねあれ前のやつ入ってたっけって見に行ったりする全部ついてくるんですよ。何なの？だから振り向いたらいるの。あのねあのドラゴンクエスト。そうそうそういやぶつかっちゃうわ。たまにこう直角で曲がったりとかして、あーってなっちゃうので。 何をしてるのって聞いたけどいや別にって言ってましたけど、うん、あれかな冒険の旅かな <laughs> 冒険してのうちになあるかな,なんか見つかるかもしれないなんかもう洗濯手伝ってよみたいな <laughs> 本当にこれねもしかしたらラジオ聞いてるね、はあ、リスナーさんでねああのうちの ううちちの子供たちもそうなのよとか、ね、近いとこついてくるんですよ、うん、なんでこうくるって急に振り向いたらお互いわーってなっちゃうみたいな、うん、あれ何なんだろうと思ってるんですけどね、うん、これねあのちょっとなんかもしねあのそういううちもそうだよとかねあった、ね、あるんですかねぜひ、うんね、聞いてみたら男の子女の子あるあるでちょっとね女の子そんなベタベタくっついてこないですよ、うん、で女の子がねそのソファーから動かないとか声だけでねこうリモコンのように人を使うちょテレビ消してとかつけてとか。<laughs> なんか撮ってみたいな自分で撮りなさいみたいなねな、うんうん、ことになるんですけどダンシーズはねついてくるっていう面白い現象をさっきやりながら来ました、うん、なるほど、はい、これあれですよ水曜日のダウンタウンならね本当日曜日のねわらば研究所さんな、ね、<laughs> <え>みんなのあるあるをねダンシーズついてくる説って思春期でがっつり離れたんですよ。隣座るだけけででとか言われてたんですけどうん、うん なんだよこの思春期と思ったけど終わったらですね結構2人で買い物行ったり今は19歳長男とこっそり深夜に焼肉行ったりしてますカップルっぽいって言ってキモいって言われてキモいわって言われてますけどはい面白いですね子育てね大きくなっても面白いんだなと思って次成人式なんでまさかのびっくりですいやまたホーリーさん泣くんだろうなまた。 泣くかな。泣かな,泣かないよああそう。成人式泣かないか。成人式あの。卒業式とか,か、ね。泣かなかったよ。あ、そうですか。あ、卒園式は泣きました。<ー>保育園ってさ、子供もめちゃくちゃ頑張ってるけど。はいはい、ママもめちゃくちゃ頑張ってたので、んなんかね、お互い感無量みたいなのちゃって、はい。はい。 となんか大きくなったなっていうのもそうだし、はい、入園した時初めてこう親と離れるから号泣するじゃないですか、うん、それに後ろ髪ひかれながら「仕事だから行かなきゃ」みたいな保育園の先生は「行ってくださいお母さん」みたいなね、うん、泣いてても大丈夫ですからって言うけどほら、うん、ギャーギャー泣くからさ「うん、いや行きたくない」とか思いながら、うん、みたいなのが全部よみがえってちょっとねまあこれ今、はい、白状しますけどうん、うん、僕はあのまあね、まあ、ご存知の通りまあ 結婚もしてないし子供もいないんですけど僕は他人のの子供卒園式でいやいやまあまあ一応仲のいいお友達ですよまあまあまあねまあね仲のいいお友達のこの子はもうちっちゃい頃から知ってもう四年5年ぐらいの付き合いでこの子が幼稚園の卒園式だったんですよでねでその友達から LINE が来て「来ない?」みたいな「見に来る?」みたいなそれがねいや映像で あはあは動画で送られてきて卒園式だよみたいなもう,も,うもうねもう私も泣いちゃったとかなんか常に動画で送られてきてた見てたんですよそしたらね何故か感情移入してしまって <laughs> でも、うん、やっぱちびっこ頑張った姿とかって泣けますよそしてあのねあのな,なんかねあのまあ名前となんか将来の夢とか言う,んだよ、ねうね、そういうわけですよはい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 。ね ででしかもまたね BGM はですよ、うんあの「オルゴール版のマリーゴールド」なんですよ。かわいいね最近ですな。ね本当にもう今風だな思いながらこれがまたフィットするわけですよ。いいですね、うん。あれ恋愛の歌なのにとか言いながらもでもそこはやっぱりない選曲してるなを言いながらそれがもうみんなやっぱりまあね本当は実の親でも何でもないんだけどうん、うん、もうこのちっちゃい子そうそうあの,なんていうの,このちっちゃい子をから知ってるだけに。 こんななに大きくなったかたかみいうなもうだなからかちっちゃい子、うん、私あれですもんだから何かその卒園とか卒業とかね、はい、よくある涙シーン以外でも、はい、まあ基本なちぶさなので、はい、めっちゃ泣きますよあの、はい、学習発表会って、はい、合奏とか演奏とか。はい 見ても泣くし、エーサー演舞とか、泣きますね。はあ。やばいです。号泣。エーサーやばかった。お兄ちゃん小六でエーサーやってるんですけど、大体やるじゃないですか。運動会でね。もうね、カメラを構えてたの、もうこの融資を絶対取らねばと思うのに。泣いちゃってさ。ブレブレにブレちゃう。ブレブレだよみたいな。ね、もう。ね、今はね、ほら、あの、ほら。 こうカメラがあったらこう液晶のね画面があってそこからまあ見れる見れるからいいんだけど昔はこうファインダーを覗くタイプだったじゃないですか。だだだはいはい。まあね、あの見れないからね。覗したら余計ねもう見えないかおかしなことになっちゃって。ファインダーの中がもうなんかちょっともうね,ね揺れるとか言ってから。 画面を通してじゃなくて生でも見たいから、うん、こうなんかもうおかしなことになっちゃって、うん、持ちカメラ持ちながらもちょっとで見たいなってのでうそう,う,、ね、う,そう,そうであげく号泣し始めちゃってブルブルしちゃってなん、はい、<laughs> だこれみたいなね,ねなんかもう、うん、足しか映ってない時とか <laughs> 何やってたのちょうど,ょうどこの君のいいポーズのとこなんかちょっとずれてしまったとかしかもビデオも撮りたいけど写真も撮りたいみたいなねいろいろおかしなことになっちゃって、うん、大変でしたけどなんかやっぱ子供が一生懸命 やっている姿はもうダメですね。はいはあ、なるほどね。ぐっと来る、うん、ぐっと来ちゃうんでボロボロ泣きます。うん、なるほど。なんで泣いてんのってよく言われる。ねうんうん、すぐだよあの、うん、これこれもう私ももしかしたらねとか言ってから、うん、ねもう近いうちにあるかもなとか言ってからね。楽しみだ。そういうちょっとまあちょっとそういう匂わすことを言っておきながらはい。そうですな。はい、あのねあの。 以前この放送でゲストに来ていただきました沖縄の放送作家のキャン・ひろゆきさんのですねまあ僕とね学年は上なんですけど一個上なんですけどキャンさんは、まあ、同じ49年生まれなんですよ。ゃ私,私 あ、なんでもない。うん、まあまあまあ、そうそうね、まあまあね。はいはいはい、わかりました。あの早生まれさんなんですね。はい。で、キャンさんは学年の一個なんだけど、まあ、それで、まず今回四十六歳にして、初めてそのお父さんになりまして。おお。で、なんかね、こう、あの。やっぱ最初は。子供が生まれました。はい。ってことで、可愛いなと思って、普通に見てて。なんだろう、ある意味、生き物として可愛いなみたいな感覚だったんだけど。で。 そし,てあのそしたらですねこのなんでしょう母性ならね,このね母性ならこの不正うんうん、うん、だんだんね、はい、芽生えてきてこれがですねあの生まれて3日目にこの産婦人科の,この病室で奥様がこの、まあ、お手洗いに行った隙にですね、はい、でちょっと抱っこしててってっこしててうん、うん、見てたらこう赤,赤ちゃんがにこって笑って。うん、こっち見た

でね本当にこれだけ可愛がってくれるんだったらねやっぱりねこの、うん、子供さんもねそうねここまで可愛がってくれるんだったら本当にね何よりもねうん、うん、言い難いあれがないしねもうほんと何か今日ほ当なんかほのぼのとしたお話でねいいんじゃないですか、ね、いやもうもうやっぱね世間はコロナばっかりですからね、うん、コロナか鬼滅かですよそうなんですよ <laughs> あそうだ鬼滅ね言ったよ、うん、もう それでも泣いたの泣いたよ号泣だよ <laughs> 全員ででうち家族全員で帰りの車でどこで泣いたか勝負みたいになって面白かったですよ一番早い子始まって5分経たないで泣いたって言ってましたねほ、はい、見たいや実はこれねそう前回たか、えー、ね高淳さんとね話し,したんだけど実はまだ僕見てないんですようちの長女なんてもう2回も見に行っちゃって3回目行くって言ってますよマジっすか私に3回目一緒に行こうって言って2回目一緒に行ったんですけどうん、うんうんうん 見てないのですよ、それね、あの、大変ぶってまたなっちゃった、あのね、そう、コージュンさんもですね、いや、コージュンさんもう、もともと漫画の頃から、アニメの頃から見てて、映画も見に行ったと、で、こういうストーリーだよって、ちょっと喋っちゃったの、ネタバレやん。ある程度ね、まま漫画読んだらそのままですからね、アニメも見てないの私、ちゃんと事前学習しましたよ。 見ないよう、ね、見ないようしてたんですけどちょっと次回この話しましょう。うん、次回ね実はねこの曲が流れてきたということはもう少しってことでございます。 これは次回持ち越しで「鬼滅の刃」についてコージュンさんとケイシーさんが語ったあと私が引き継いで OK <laughs> です <laughs> やろねあのあれよ、うん、あのどうしてもあのうん、うん、今世間ではね「鬼滅の刃」見てないのということを言われるのをね決めはらと言うみたいですな本当だよ決めはらでもいいぐらい私は本来、はいうん、見ないと決めてたのに見ちゃいましたその辺も含めて、ね、それぐらいの影響力があったとそのね いろいろね考察とかも読みました大学の先生たちとかが「うん、なんで鬼滅」がフィーバーしてるか「ワンピース」と何が違うかみたいなのとかねいろいろネタ持ってますんで、うん、じゃあ次週それでわかりました安 <laughs> なんかでもすごいことになりそうだな <laughs>、うん、楽しいね, <laughs> ね <laughs> まあね、あの今回もですね「まあ、そう鬼滅の刃」もね、はい、さっきの話した流行語大賞にね選ばれまいでまた今年は、ねまあ、いろんなグッズでねあの集まる動物の森もりとかね,あ,つりねあとんだっけあのとあとねとあ,とあ,とあ,とあとアマビエとかね はい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 コロナのニュスみたいなねいろいろあるねはいそういったことを象徴したものがありましたまあこれもねまああのまあ一年一年経ってみてねまたこうやってまたねあっここういうのがあったねとかね話してみるのもいいかなと思ったりしますねでねこういうまたそれもまたね子どもたちとまたね話してみてねこれもまた流行語また我が家の流行語とかねやってもいいのかもしれないなとないいですね はい、ね、ではですね、まあまあまあ、じゃあ、次回は。ええ、警視鬼滅の刃を、ええ、レクチャーされるっていうことで、次回予告みたいな。はい、それでいきます。はい、カミングスーンですね。カミングスーンの、次週を待たれよう。はい、かしこまりました。はい、はい、はい、ではですね、ええ、わらば研究所。この放送は、居酒屋フードバー一福神、謎の Y 先生の協賛でお送り致しました。 さあ、えー、残りですね、まあ、わずかでございますけどもそうやってねでは改めまして、えー、この番組の担当私ケイーシーとではまた来週この時間にお会いいたしましょうさようなら